今田美桜ら劇場版トリリオンゲーム、続投目黒蓮の華麗なアクションを捉えた特報も。目黒蓮が主演を務める劇場版トリリオンゲームの公開日が2025年2月14日に決定し、今田美桜、福本莉子、吉川浩司がドラマ版から続投することが発表された。主人公の春子と天王寺陽役でスノーマンの目黒が主演を務め、学子と平学を佐野勇斗が演じた。連続ドラマでは、まだ何者でもない春と学が、資金ゼロ事業計画ゼロの状態から起業し、ハッカー大会、EC サイト、花ビジネス、ホストクラブ、スマホゲーム動画配信サービス、キャッシュレス決済と、あらゆる事業に挑戦。予想の斜め上を行く方法で成功を重ねていく姿が書かれ、最終回では春と学がドラゴンバンク買収までたどり着いた。そのラスト、春と学が2年後に再会するシーンでは、春が俺らのロードマップの続きを始めると高らかに宣言。事業内容は明かされぬままドラマは幕を下ろした。